これで明日のレースに向けた準備が整いました。しかしまずグリッドの最前列に誰が並んだのかを見ておきましょう。ボッタス、ハミルトン、セバスチャン・ベッテル。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。新たなヒーローと歴史が誕生するレースへようこそ。2008年に最終コーナーでタイトル獲得者が決まったのもここ。その1年後にジェンソン・バトンが14番グリッドから駆け上がって唯一のドライバーズチャンピオンシップを獲得したのもここです。いよいよブラジルグランプリ開幕です。インテルラゴスでのグランプリは特別な一戦。全長は 4.3 キロ、コーナーは左が9、右が6の計15です。最速ラップでの平均時速は215キロほどでしょうか。もちろん最後まで雨が降り出さなければの話です。いつも通り解説席には豊富なレース経験を持つこの方、アンソニー・デイビッドソン選手に来ていただいています。接近戦となるターン1、アンソニー選手にはおなじみですよね。周りでいろいろ起こる中、トラブルを避けるにはどうしたらいいんでしょうか。やっぱり力加減が大事ですよ。1周目から勝ちに行くのはできるだけ避けた方がいいです。早めに減速して周りにスペースを作ることを意識します。何台ものマシンに囲まれた状態で最後にブレーキングして優位に立つこともありますが、接触を起こすことが多いですから。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションについたのはバルテリ・ボッタス、その横にはルイス・ハミルトン。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。ベッテル、ルクレール、ダニエル・リカルド、ペレス、フェルスタッペン、サインツ、ノリス、田中、ガスリー、アルボン、ダニール・クビアト、マグヌッセン、オコン、ストロール、アントニオ・ジョビナッツィ、そしてジョージ・ラッセル、グロージャン、ライコネン、松下、そしてニコラス・ラティフィ。さあいよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。ポイント圏内でのフィニッシュは十分望める。頑張れ。
このラップでは DRS が使用可能だ。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使用できる。簡単そうに見えてしまう。
中しろ。順位を上げるんだ。マシンとの差は 2.0 秒。このラップにピットインだ。インラップはプッシュしろ。大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。
松下がピットに入るぞ。マシンとの差は 2.0 秒。チームメイトに対するアドバンテージは 17.0 秒。残る燃料は5ラップ分くらいだ。よくやったな。素晴らしいパスだ。燃料は3ラップ分くらいだ。
メートンが先頭を走ってる。1ラップ分だけだ。後方のチームメイトとのギャップは 17.2 秒。少し消耗しているようだ。出力が最適値より下がるぞ。レース終了だ。パルクフェルムで会おう。見事な勝利でしたね。チャンピオンシップも確定です。この観客たちの大きな歓声も頷ける素晴らしいシーズンとなりました。アンソニー、何が今回の勝利を導いたと思いますか？今回も優れたドライビングをコンスタントに発揮できたことが勝因でしょう。コーナーの処理、コースコンディションへの対応、そしてチームの戦略を実現する能力。今日の結果はこれらの要因がうまくかみ合って生まれたものです。堂々としたレースを展開したドライバーが表彰台に向かっています。首位の座を射止めたのはまたしてもシルバーアロー、メルセデスが納得の勝利です。では最新のドライバーズランキングを確認しましょう。今日はランキング首位のリードが少し失われました。アンソニー、ドライバーオブザデーを挙げるとすれば誰でしょうか？田中ですね。今日は風格のある走りにうならされました。メルセデスがまたも圧倒的な勝利を収めてコンストラクターズチャンピオンシップを制しました。今回もチーム一丸となって挙げた勝利でした。その間、今週末オーナードライバーのチームは順調に作業を進めました。いやー、実にエキサイティングなウィークエンドでした。また次回のフォーミュラー1のレースでお会いしましょう。
ファンは大興奮ですが、余裕でしたね。レースでは大きく順位を上げましたね。全員の期待を上回る結果を出していると言えるのでは。今日は良い日だったと思いますか。今日の走りの秘訣は何ですか。どうも、以上です。これなんてどうかね。新しいパーツが無事完成した。次のレースウィークエンドに向けてマシンに取り付けておくよ。